節の花を取り入れた上で派手も見せるパフォーマンス。カキもすごく良かった。どこで選んだんだろう。いろいろ学べることがたくさんあったな。あ、こんにちは。明けましておめでとう。備品の買い出し？寒いのに大変だね。私は父さんの門下生の人の稼働点を見た帰り。そう、のど自慢大会で父さんが宣伝してた稼働点よく覚えてたね。てか大会見に来てたんだ。え、私も父さんのステージが良かった。まあ確かに盛り上がってたけど、そこもちゃんと見てたんだね。うん、もちろん私もアフターグローのみんなと見に行ったよ。ほんと最悪だった。父さんのステージ中に何回もかにからかわれたか。大会前からそうだったんだよね。父さんの写真を大きく貼ったうちわを作ろうとか言い出すし。ま、もう終わったことだしいいんだけどね。うん、悪くないステージだったと思う。最後まで堂々と歌い切ってて、旧大点はあげられるかな。そもそも父さんは華道のことをもっとみんなに知ってほしくて、のど自慢大会に出場したんだ。演奏途中でさ、門下生の人が花を生け始めたのには正直驚いたけど、インパクトはあったと思う。みんなが華道に興味を持つきっかけに少しでもなったのかはわかんないけど、覚えてて私に話してくれたってことはやった意味はあったんじゃないのかな。はあ、でも大変だったよ。おかげで大会当日まで父さんに歌の練習に付き合わされるし。だけど父さんの練習に付き合って自分が教える立場になったのは新鮮だったかも。休憩中に父さんに最近流行りの音楽を教えてくれって言われて、ちょっと不思議な感じがしたんだ。音楽の話とかあんまりしたことなかったから。バンドの感想はくれるけどさ、それとはまた別じゃん。私の好きな歌の話とか流行ってる歌とか、本当大したことない話。こういう機会がなければずっとしないままだったかもなって、なんとなくだけど。もうこんな時間か。これから華道の稽古なんだ。それじゃあまた。